豊橋グランドホテルは愛知県豊橋市駅前大通にあったサーラグループが運営するシティホテルである。チューブガスを母体とするサーラグループが運営する以前は地元企業豊橋鉄道などと合弁で運営する名鉄のシティホテルであった。名鉄グループである特性を最大限活かし豊橋バスターミナルと直結する利便性と名鉄グループのホテル運営のノウハウを活用した。 シティホテルらしいサービスを合わせ持つホテルである。豊橋グランドホテルが入居する名湯高ビルとともに、名鉄グループからサーラグループに運営が移り、屋上広告が名鉄からサーラグループに変更された。しかし、ホテルの老朽化及び、ホテルアソシア豊橋、ホテル日光豊橋など、豊橋市内の周辺のホテルに苦戦している状況下にあった。2008年に、 ここらフロント内のホテルアークリッシュ豊橋開業後は宴会を呼び、婚礼部門は廃止し、宿泊部門に特化した形で運営を継続していた。宴会場として使用されていた7から9回は貸し、ホール、会議室として運用されていた。2011年6月20日をもって閉館。入居していた名湯高ビルも2017年4月30日をもって完全閉鎖され、 建物は取り壊されることになった。豊橋グランドホテルがサーラ子会社に、東日新聞、http コロンスラッシュスラッシュ www.tonichi.net スラッシュニューススラッシュインデックス php id イコール2064-2017年5月29日、閲覧。豊橋の名誉高ビル半世紀の歴史に巻く、東愛知新聞。 http://www.higashi.co.jp コロンススララッッシシュュ a i h i c スラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ9352017年5月29日閲覧。ありがとうございます。